どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットバケーションズクラブ解説ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。皆さんね、こちらのメールね来られてる方いらっしゃらないかなというふうに思うわけなんですけども、マリオットバケーションズクラブからのですね説明会参加のお誘いメールですね。こちらは対象者限定だとね思うわけなんですけども、マリオットボムの会員ですね定期的にね送っているようで、今回ね私の方にもメールの案内がね来たっていう形になります。でですね、このマリオットバケーションズクラブってのは何なんだって思ってる方もね中にはいらっしゃるかなというふうに思いますので、ちょっとね動画が長くなってしまうかもしれないんですけども、気になるという方はですねぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。でですね、今回の動画の内容についてはですね、私がね以前参加させていただいておりまして、2019年にねこのマリオットバケーションズクラブ説明会に行ったといった形になっておりますので、その時の情報をもとにですね今回の動画ね作らせていただくといった形になっておりますので、2021年のですねマリオットバケーションズクラブ説明会にですねちょっと内容ね変更あるかなというふうに思いますので、この点をですねご了承いただいた上でですね見ていただけたらなというふうに思っております。それではまずですね、マリオットバケーションズクラブっていうのはですね、簡単に言うとマリオットバケーションズクラブに参加しているホテルの客室をですね購入して、初期費用と年間の維持費をね支払う代わりにですねマリオットバケーションズクラブのポイントがもらえるっていう制度になっておりまして、その引換にねもらえるポイントを利用してマリオットバケーションズクラブの対象ホテルにですね滞在することができるっていうのが全体のね仕組みっていった形になっております。でですね、マリオットバケーションズクラブのホテルに関してはマリオットボムのねホテルとは一部ね異なっておりまして、長期滞在型のホテルがね基本っていった形になっておりまして、こちらね当時の資料なんですけども、こちらねスタジオルーム、ワンベッドルーム、ツーベッドルーム、スリーベッドルームっていった感じになってると思うんですけども、ちょっとね昔の画像でね見づらいかなというふうに思うわけなんですけども、キッチンであったりですね洗濯機であったり冷蔵庫がですね完備しているっていうホテルになってるんですよね。でですね、この購入してもらえるポイントについてなんですけども、こちらはマリオットバケーションズクラブのポイントっていう風になっておりまして、 SDG アメックスありますよね、あちらのマリオットボムのポイントとはまたね別のプログラムのポイントっていった形になっておりますので、この点はね覚えておいていただきたいなという風に思います。でですね、このマリオットバケーションズクラブの説明会に行くとですね、どんなメリットがあるのかという話なんですけども、私が2019年に参加した際はですね2時間程度の説明会に参加するだけで2万マリオットボンボイポイントをねもらうことができたっていった形になってるんですよね。でですね、2021年はねどうなっているのかっていう話なんですけども、こちらね案内メールね記載がありまして、最大 JCB ギフトカード2万円分もしくはマリオットボンボイポイント3万ポイントがねもらえるっていった形になっております。こちらですね、東京のねマリオットバケーションズクラブの説明会に行くだけねもらうことができるっていった形になっておりますんで、個人的にはですねこちら購入してもしなくてもですねこのポイントっていうのはねもらうことができますので、気になる方はですねぜひね行って損はないかなというふうに思っております。それでは次にマリオットバケーションズクラブの説明会参加条件についてなんですけども、まず1つ目がですね、世帯年収が700万以上の方、こちらねご夫婦合算とかでもOK といった形になっているわけなんですけども、年収のね700万円以上の方がね対象といった形になります。またですね、年齢制限が30歳以上の方、またですね説明会自体が90分から120分ねあるといった形になりますので、こちらにね参加できる方、またですね過去18ヶ月以内にこちらの同様のね説明会に参加されてない方っていう風になっておりますので、こちらね覚えておいていただきたいなという風に思います。またですね、独身の方であってもこのマリオットバケーションズクラブのね説明会参加することもできるわけなんですけども、お一人でね参加する場合はですねもらえる特典も半分という形になっておりますので、こちらもね覚えていただきたいなというふうに思います。またですね、ご結婚されている方に関してはですね、こちらのマリオットバケーションズクラブの説明会に関してはご夫婦参加がね必須っていった形になりますので、この点もね覚えておいてください。またですね、小さいお子様がねいらっしゃる方についてなんですけども、私が2019年ね行った時には同伴で OK だったんですけども、その後ね Twitter 等々で聞いた情報だと NG になったみたいなね話も聞い
いたことがありますので、今はねちょっとこういう世の中になっておりますので、もしかしたらですねお子様ね一緒に連れて行くこともできないかもしれませんので、お子様連れて行かれたい場合であればですね、こちらねマリオットバケーションズクラブのですねデスクにね電話して聞いてみていただきたいなというふうに思っております。でですねデスクの電話番号についてはですね、こちらの動画の概要欄にね載せておきますので、そちらね見ていただけたらなというふうに思います。以上がマリオットバケーションズクラブの説明会のね条件といった形になるわけなんですけども、条件的にねちょっと厳しいなって思う方であってもですね、もしね気になられる方はですねぜひね電話してね参加できないかね聞いてみていただきたいなというふうに思います。まあ一応ですねこちらのマリオットバケーションズクラブっていうのはですね販売のね話っていう風になりますんで、ある程度ね融通は効くんじゃないかなという風に思いますので、今ね申し上げた条件で厳しいなって思われた方でもですね、気になる方はぜひね連絡してみていただきたいなという風に思っております。それでは次に初期費用とランニングコスト、またねもらえるポイントについてなんですけども、最低購入価格についてはですね、新規の方2000ポイントから32,500ドルで購入することができます。これにですね年間の維持費と管理費がですね年間780ドルねかかるっていった形になっておりますので、こちらドル決算っていう風になりますので、1ドルね110円で計算していただくとですね357万円プラス85,800円っていった形になります。そんな高いんですかっていう話をね思う方いらっしゃると思うんですけども、この357万円っていうのはですね、こちらをね特に一括で払うわけではなくてですね、5年間の分割で無利子でね支払っていただくっていった形になります。私が説明会で受けた内容だとですね、この357万円の 15% をですねこの説明会の日に支払う必要があるっていった形になりまして、残金の338,750円をこれにですね年間の維持費と管理料がねかかるっていった形になりますので、こちらね780ドルなので85,800円っていった形になりますので、こちら12ヶ月で割るとですね1月ね7,150円っていった形になりますので、全部のねランニングコストを全部足すとですね1月57,795円がねかかるっていった形になっております。この費用に関しては全てねドル決済っていった形になりますので、今回ね110円で計算させていただきましたけども、為替の影響でですね安かったり高かったりねするっていった形になりますので、この点はね覚えておいていただきたいなというふうに思っております。それでは次に1月ね約5万8000のランニングコストを支払ってねもらえる2000ポイントについてなんですけども、どのような特典があるのか、またねどのようなホテルに宿泊できるかっていう話なんですけども、まずね2000ポイントを購入すると2056年までマリオットボンバーにねゴールドステータスがね付与されるっていった形になります。こちらに関してはですね SPGRMX ね保有されている方はゴールドステータスね保有されている方多いかなっていうふうに思いますので、そこまでね大きいメリットではないのかなというふうに思うわけなんですけども、こういう特典がもらえます。またね2056年までっていう話をさせていただいたんですけども、私が2019年にマリオットバケーションズクラブの説明会でね説明された内容だとですね、一応ね期限としては2056年までっていう話になってました。まあこちらに関してはですね2021年ね行った時は変更されているかもしれませんので、もしね説明会行かれる方に関してはですねこちらね確認していただきたいなというふうに思っております。またですね2000ポイントで宿泊できるホテルについてなんですけども、マリオットバケーションズクラブのホテルに関しては世界全国ね60件っていうふうになっておりまして、こちらに関しては手数料もかからずですねこの2000ポイントで宿泊することができます。でですね他にも手数料がかかるわけなんですけども、インターバルインターナショナル社のホテルが約3200件、マリオットボンバーホテル約6700件の中からですね宿泊することができるっていった形になります。でですねこのインターバルインターナショナルホテルっていうのはですね、マリオットボンバーだけではなくてですねフォーシーズンズホテルであったりハイアットであったりですね他のねホテルグループにも利用することができるっていった形になっております。まあねこれ一応ね他のホテルグループでもね利用することができるわけなんですけども、マリオットバケーションズクラブ以外にですね宿泊をね希望すると手数料がねかかってくるっていった形になりますので、基本ねマリオットバケーションズクラブのホテルがですね選択肢に入るかなというふうに思っております。でですね2019年の情報にはなるわけなんですけども、一応ねマリオットバケーションズクラブの対象ホテルに関してはこちらの動画の概要欄にね
載せておきますので、気になる方はですねチェックしていただきたいなというふうに思います。でですね、日本にあるのかっていう話なんですけども、2019年に私が説明会ね受けた時にはですね、マリオットバケーションズクラブの対象ホテルは日本にはねありませんっていう回答だったんですよね。こちらに関しても私よりね後だったり前だったりね行った方ではですね、軽井沢のねマリオットホテル、こちらね対象って言われた方もねいらっしゃるそうなんで、この点はですね変更になってるかもしれないなというふうに思いますので、説明会ね行かれる方に関してはですね、こちらねチェックしていただきたいなというふうに思います。基本はですねマリオットはアメリカのね会社っていうふうになりますんで、マリオットバケーションズクラブのですね対象ホテルはほとんどがねアメリカっていった形になっております。それでは次に2000ポイントでどのぐらいの期間宿泊できるかっていう話なんですけども、こんな感じになっておりまして、ワンベッドルーム金曜日から土曜日の間であれば1泊410ポイント、日曜日であれば330ポイント、ワンベッドルーム木曜から金曜日の1泊であれば240ポイント、ワンベッドルーム7泊であれば2100ポイントということで、2000ポイントだとそもそもね7泊だとポイントが足りなくてね宿泊することができないって言った形になるんですよね。でですね、このマリオットバケーションズクラブポイントっていうのはね、来年のポイントをね前借りするっていったこともね可能っていった形になりますんで、翌年分の2000ポイントですね前借りして4000ポイントにして利用することもできるっていった形になってるんですよね。まあね2年に1回っていったペースにはなってしまうんですけども、こういう使い方もねできるっていった形になります。またですね、マリオットバケーションディスティネーションエスケープっていうね、こういう長ったらしい名前がついてるね利用方法がありまして、こちらはですね60日前直前予約だと必要ポイントをね下げて利用することができる制度っていう風になっておりまして、このねマリオットバケーションズクラブディスティネーションエスケープの必要ポイントはねこんな感じになっておりまして、かなりね必要ポイントがね触りましたよね。ワンベッドルームで7泊でも840ポイント2ベッドルームでも1260ポイントこんな感じでね宿泊することができるっていった形になりますので、結構ね長期で利用することもできるっていった形になります。またですね、2ベッドルーム7泊で1260ポイント、その後ね、2ベッドルーム4泊で720ポイントでね、利用することもできますんで、合計11泊ですよね、利用することもできるっていった形になります。まあね、60日前の直前予約になるわけなんですけども、こちらはね、お得に利用できるのかな、なんていうふうに思っております。それでは次にですね、どうしてもね、その年にこの2000ポイントをね、利用することができない場合なんですけども、先ほどね、前借りでいきますよっていう話をねさせていただいたと思うんですけども、1年ね繰り越すこともできるっていう形になるんですよね。毎年ね2000ポイントがもらえていくわけなんですけども、1年間に関しては翌年にね繰り越していただいて4000ポイントまで貯めて一気に利用するっていうこともできます。またですね、マリオットバケーションズクラブのポイントは手数料もね154ドルということで結構高額なわけなんですけども、マリオットボンボイポイントにね交換することもできるっていった形になります。でですね、交換レートは40倍っていう風になっておりますんで、2000ポイントに関しては8万マリオットボンボイポイントにね交換することもできます。まあ手数料がね154ドルということで、まあ、かなりね高額っていった形になりますんで、最終手段っていった形にはなるわけなんですけども、できないことはないっていった形になっております。いかがだったでしょうか。今回ですね、マリオットバケーションズクラブについてですね解説させていただいたわけなんですけども、ちょっとでもね気になる方に関してはですね、ぜひね予約していただいて説明会にね参加してみていただきたいなというふうに思っております。まあこちらね行くだけでマリオットモームポイントね3万ポイントももらえるというふうになりますんで、結構いいのかなというふうに思っております。またね、私が2019年に参加した時の当日契約特典っていうのがですねあったわけなんですけども、今ね購入していただけるとっていうやつなんですけども、私の時はですね、もしね今日契約していただいたらですね、2000ポイントのマリオットバケーションズクラブのポイントとは別にですね、22万マリオットボンボイポイントね差し上げますっていうオファーをねいただいたんですよね。かなりねグラッときたわけなんですけども、結局購入はね私はしなかったわけなんですけども、いつかね購入してみたいな、なんていうふうにね思っております。というのもですね、今回ね2000ポイントの購入で動画ね解説させていただいたわけなんですけども、4000ポイントまで購入するとですね、先ほどね2000ポイントの特典でマリオットボンボイでねゴールドステータスがね
もらえるっていう話をさせていただいたと思うんですけども、4000ポイント以上購入するとですね、2056年までプラチナステータスをねずっと維持することができるわけなんですよね。かなりすごいですよね。費用はね倍になるわけなんですけども、2056年までプラチナステータスですからね、かなりすごいですよね。一月のねコストはだいたいね11万円ぐらいかかってくるわけなんですけども、何にもしなくてもですねマリオットボンボイのプラチナステータスがもらえて、またね4000ポイントがもらえるっていう風になりますんで、そちらでねマリオットバケーションズクラブのホテルにはなるわけなんですけども、宿泊することもできるっていった形になりますからね。まあ、ひとまずですね今回ねこの説明会のメールね来られている方に関してはですね、気になる方はぜひね参加してみていただきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私このツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。